はい、こんにちは、ヒューさんです。いつもありがとうございます。今日はですね、ある本についてお話ししたいと思うんです。ある本とは何かというと、もう結論から言います。この本です。マイダスシステムっていう本があるんですよね。これね、まあ、ある意味知る人ぞ知るんですけども、ほとんどの人は知らないと思います。いわゆる、まあ、自己啓発願望実現系の本の走りでもないんですよね。なぜかというと、これほとんど売れてないんですよ。にもかかわらずですよ。これね、アマゾンで買おうと思ったら、中古で、まあ、10万円近くつけてる時があったんですよね。で、この本はですね、実はそこまで値を上げたのは誰かというと、Qさんだという説が実はあるんです。これはですね、イギリスの、まあ、サラリーマンの人が、まあ、ゼロから富を築き上げたっていうその方法をですね、紹介したんです。で、これ書かれたのがですね、1990年代前半で、でこれ翻訳されたのが1997年なんですよ。でちょっとよく、まあ、知らない出版社の方で、まあ、翻訳されてる方もね、あんまりその自己啓発とかを書いてる人じゃないような気がするんですよね。イギリスで企業経営者として活動中というふうに書いててですね、実際このイギリスでですね、10万部ぐらいは売れた本なんで、まあ、そこそこ知られてるというか、まあ、そこそこ読んでる人はいるんですけども、日本でこれが翻訳された時に4000部、刷られたんですよ。でこれがすぐに絶版になってしまいまして、まあ、増刷かからずにですね、まあ、いわゆるその、なんていうかな、廃盤になってしまったっていう話なんですけども、これなぜかね、一部の人にすごくもてはやされてるわけじゃないんですけれども、まあ、重宝がられてるというか、貴重がられてるんですよね。なぜかというと、これ僕の友達でですね、すごくお金持ちの方がいらっしゃって、その方がまず僕にこれを勧めてきたんですよね。マイダスシステムっていう本があるんだよと。で、これは本当にね、すごい本で、僕はこの方法をこの通りにやって、まあ、その億以上のですね、富を築き上げたんだっていう話をされたわけですよ。はぁーと思ってですね。ただこれ日本でもほとんど売れてませんし、Amazon で買うと、まあ、そう安い時でやっぱ5万ぐらいなんですよね。今もそれぐらいつけてるかもしれませんけれども、で高い時でも僕は20万円ぐらいつけてるの見たことがあるわけですよ。でね、これね、5万とかね、10万とか20万の価値あるかどうかっていうと、これ結論から言うとはっきり言ってありません。で、まあ、要するに僕の友達のお金持ちの人がこれを勧めていて、で僕はそのことをブログとかで書いたら、あ、なんかマイダスシステムっていうすごい本があるんだなってことがにわかに広がりましてですね、これ実際、まあ、この非常に少ない本ではありながら、しかもアマゾンで不当に高値がついている本なんですけども、この本を買った人はこんな本買ってますっていうのの中にですね、僕の本とかね、僕が勧めた本がずらっと並んでるんですよ。つまり、まあ、ちょっと申し訳ないんですけども、僕のそのある種の影響下でこの本が流通したっていうね、経緯がありまして、その辺に関して僕は非常にね、申し訳ないと思ってるんで、今日この動画を、まあ、配信してるわけなんですよね。でもうせっかくなんでですね、これエッセンスきちんと紹介した上で多分怒られないと思いますんで、まあ、どういうものかっていうのをね、きちんと評価したいと思います。でこれどういう話かって、これもう要するにね、願望実現のやり方の本なんですよ。で願望実現とか自己啓発とかですね、潜在意識とか、まあ、精神世界の本ってもう今はね、もう本当腐るほどあるわけじゃないですか。それこそいい本からですね、まあ、生まれたような、あんま読まれてない本もたくさんあるわけですよ。でこのたくさんある中で読まれてない本の一つでしか過ぎないんですよね。でこれ幻の本とかですね、なんかすごい方法だっていう風にね、まあ、僕がちょっと言っちゃった部分も多少はあるんですけれども、でもこれは一応覆すわけではありませんし、この方法自体が別に悪いとは言わないんですけども、別にここにその5万とか10万とかの費用をはたいてこれを一生懸命手に入れるよりはですね、もっといい本がありますよっていうね、まあ、後から紹介するんですけども、これを読むぐらいだったらもう安くこの本を買ってこれをちゃんと実践してくださいという本がありますんで、そういう話ですね。だからどうやらこれすごそうだと、マイダスシステムってさ、いかにもなんていうの、うわなんかよくわかんないなと。これが例えばですね、なんとか式願望実現法とかですね、なんか目標達成なんたらかんたらチャートとかですね、そういう名前だったらね、ああなんかよくある話だなっていう風になると思うんですけども、マイダスシステムってさ、名前がごっついでしょ。うわなんだろうこれっていう話になって、しかもそれを誰かがそのすごいという風に進めちゃうと、しかもこれ手に入らないといういわゆる希少性の法則ですよね。
影響力の武器っていう本の中にも書いてるんですけども、人はどういうところでそのカチッとサーッという、まあ、カチッサーの法則っていうんですけども、カチッってあのスイッチをしたらサーッと流れるっていう法則がありまして、何かパシッとね購買意欲を押したらですね、思わずそれを買ってしまうっていう、まあ、法則があるわけですよ。まあ、その中の一つである希少性の法則だって、人はその限定なんとかのことですね、もうこの機械で手に入れませんという文言を聞いちゃうとカチッと入ってそれを買ってしまうという習性があるわけですね。で、その一つとしてどうやらこれはもう本当に少なくって、貴重だから少ないね、少ないから貴重というふうに思っちゃうわけですよ。でもこれ本当のこと言うと、単純に売れてないからね、売れてたら貴重じゃなくなるわけですよ。売れてないからないわけです。で、そういう意味で、じゃあこのこれがもし貴重で幻ということであるんだれば、読まれてない本ってね、世の中にたくさんあるわけですよ。それこそね、もう500部とか1000部とか吸ってないようなですね、自費出版に近い本なんかもいっぱいあるわけですね。絶対書店にも並ばないし、アマゾンでもね、もうほんと出てこないような本ってね、この世の中たくさんあるわけですよね。じゃあそういうのが全て幻であって、すごい貴重かというと、そんなことないことは当たり前ですよね。で、その中の一つでしかないというふうに僕は結論付けてるわけです、この本に関してはですね。で、じゃあどんな話かというとですね、まあザクッと言いますよね。じゃあ前田システムって何かというと、まあ、このサラリーマンの人はですね、たった8年で夢が叶ったってことですね。で、もうまさにですね、ギリシャ神話に登場するマイダス王のように、触るもの全てが金に変わってしまうような感じでしたって書いてるわけですね。おおと思うじゃないですか。マイダス王って知らないんだけども、そう、あの触ったものが全て金に変わるようでですね、こんな錬金術的な方法があるんだ、うわすげえなーと思うわけですね。で、ここでじゃあどういうシステムなのか、どういう本なのかということですね。もう単純に言いますと、結局ですね、願望を叶えるには次の4つが必要ですって言うんですね。1つ目、願望の内容を明確にすること。2つ目、自分がそれにふさわしい、人間であることを自覚すること。3つ目、自分がそれを達成できると信じること。4つ目、行動に移し望みを叶えること。なんじゃこりゃっていうことなんですよ。意味わかります？1つ目が、願望を明確にせよって言ってるわけでしょ。こんなのさ、ね、思考は現実化するとかですね、まあ、そのいろんな願望実現の方があるんですけども、まあ、みんな言ってるし、いやむしろ今トレンドとしてはですね、もう願望を明確にしないで、あの気分よく生きていきましょうという方が僕は主流だと思うし、実はそっちの方が本当だと思うんですね。なぜかというとね、願望を明確にしすぎると、それが叶えられないことに対するストレスがすごく強くなってしまうわけですよ。で、ストレスを感じながら頑張ってもですね、まあ要は自分の自尊心を傷つけたり、自分が本当に目標とする、本当に自分らしいふさわしいゴールに対してはですね、あの遠ざかっていくような結果があるわけですね。確かにもちろんね、ここぞ頑張るぞっていう時にですね、願望を明確にすることは必要かもしれませんけども、じゃあこれ万人に当てはまるかというと、これは否です、ノーです。はい、明確にする必要があるときとないときあるわけです。でもこの本に関して言うと、明確にする必要がある、ね、それにフィットする人ねは良かったんでしょうね。で、それに得るにふさわしい人間であることを自覚すること、こんな自覚できたらね、あの苦労しませんってね、あの自分はダメなやつだとかですね、自分はねこの目標を達成するにふさわしい人間じゃないんじゃないかっていうのが生まれた時からですね、その生育環境でずっとその固まってしまってるわけでしょ。で、それをその本一冊読んだぐらいでね、突き崩せませんよ、正直言いますけどね。はい、まあそういうインパクトのあるような経験とかあるかもしれませんけども、じゃあこの本にそういう方を書いてるかというと、書いてないことはないんですけども、非常にしょぼいです、後から言います。で、3つ目なんですけども、それを達成できると信じること。まあね、これも信じればいいって、信じますって言ってできますか、わかんないですよね。行動に移し望みを叶えることは、なんじゃこれですよね。行動に移さないといけないんですよ、結局ね。それは当たり前の話ですね。で、望みを叶えること、いや望み叶えることってさ、このね、願望を叶えるためには、望みを叶えることですって言われたところですね、ええってなるでしょ。そんなことが書かれてるわけですよ。で、じゃあ次ざーっと飛ばしましてですね、じゃあ、具体的に何をするかっていう話なんですけども、必要なものは一つです。毎日静かに過ごせる15分の時間と椅子一脚、ただそれだけです。これさえあれば誰でもどこでも成功できますね、実行できますって書いてるんですね。ある、まあ今から言う方法がありまして、それを実践するためにはですね、毎日一人で過ごせる15分間の時間と椅子一脚、それだけ聞くと、あ、それでいけるんだと思うんですよね。じゃあその15分間の時間を確保して、たったね24時間中の15分間ってめちゃくちゃ短いようかもしれませんけども、ある非常にめんどくさい単純な作業を15分間するっていうのは、すごく忍耐がいるんですよ。これ20年前30年ぐらい前だったらですね、そういうこともできたかもしれませんけども、今ね本当に読む本もたくさんありますし、そのネットとかですね、いろんな情報が入ってくる中で、まあ瞑想というなんていうかな、その積極的なその心を落ち着けるトレーニングすることは非常にいいかもしれませんけども、なんかよくわかんないトレーニングをするのに15分間でなかなか費やしにくいですよねっていうのが僕の印象です。で、
で、あとですね、願望を実現するための4つの要素ってのはありまして、1つは自尊心ですね。自分がすごいと思える。で、能力レベル。願望を達成する能力がある。ねえ、これ言われたら身も蓋もないと思いません？ねえ、願望を達成する能力があるかっていうのはですね、まあ自尊心ってのはなんか心の問題なんでね、まあなんとかなりそうな印象はあるんですけども、じゃあ能力って言われてですね、いや、例えばそのお金持ちになるためにはですね、これこれこういう資格が必要だということですね。年収1000万いくためにはですね、おそらく国家医師免許を持っていたら年収1000万はまあ行きやすいと思いますし、まあ弁護士だったり会計士だったりですね、まあそういうある種のなんかその担保された資格があるんであれば、それぐらいの年収行きやすいですよね。で、それ自体能力があります。でもそれ能力がないんですよ。どうします、そういう人はですね。で、能力レベル、これ4分の1ですね。で、まあ、自尊心も4分の1で、自分の願望を正確に把握することですね。うん、これもさっき言ったようにですね、本当に明確にすることが必要かどうかっていうのは、僕はまあ必要な場合もあるんだけども、そうじゃない場合もあるなと思ってるわけですね。で、行動を移せ、これが4つ目ですね。もう一回言いますね。1つ自尊心、2つ能力、3つ目、願望の明確化、4つ目行動ね。これが、それぞれ 25% ずつです。まあ、言ってしまえばこんだけなんですよね。と思うんですね。あまりにも普通だしさ、なんか肩透かし食いません？で、先ほどですね、この自尊心の話をしてるわけですよ。で、自尊心のレベル、能力のレベルをですね、チェックするクイズがあるんです。ね、例えば、あなたは自分の年収をどれぐらい増やせるとお考えですが、ね、それを増やせると思えない。一生懸命頑張って倍くらいできる。ね、心底望めば、現在の5倍から6倍まで増やせると思うとかですね、こういうチェックリストがたくさんあるわけですね。で、この質問が、まあ、ざーっとどれぐらいあるのかな。12問ぐらいあるわけですよね。で、それで自尊心と能力のレベルを、まあ、10点満点中じゃなくて、これ45点満点中なのかな。それでチェックして、じゃああなたはこれぐらいの自尊心があるんで、叶いやすいですとか、これぐらいの能力があるんで、叶いやすいです、叶いにくいですということをチェックするわけですね。うん、で、じゃあ目標設定に浮かぶわけですね。で、これがね、非常にめんどくさいんですよ。ざーっと読み上げますね。ストップ1。ね、目標を書く。はい、まあ、目標を書くわけです。ね。いろんな年収いくらとか目標を書くわけですね。で、ルールがいろいろあるみたいですね。具体的にしましょうとか、締め切りをつけましょうとかですね。まあ、そういうのがあるわけですね。そして、目標設定の、まあ、非常にそのマッチョな、ある意味その、単純というか退屈な方法がいっぱい書かれてるわけですよ。で、目標の書き方っていうのがあって、なんだろう。ね、まず白いカード状の紙を用意しますと。で、そこにこういう文章を書きなさい。私は何月何日何時に起き目標を書き上げる。これは絶対に実行する。というのを書くんだって。で、それを実行してくださいだって。そういうことですね。で、まあそれをね、なんだろう、ゴールカードというふうに呼びましょう。でね。で、もう一つあります。この場所が私の目標を繰り返し読み上げるところだ。ね、この場所ですね。繰り返し練習することによって私は着実に自分のゴールに近づいている。ね、これを場所設定カードというわけみたいですね。今言ったように一つ目はですね、何月何日何分に起きますね。で、もう一つはですね、この場所はゴールに近づくための、なんか練習の場所なんですよってことを紙に書いてそれを見上げるわけですね。はい。で、場所を設定しました。はい、ここで場所を設定しましてね、場所設定カードを取り出してこれを読み上げたり、で、あとね、空中にですね、5という、ゴールの5という字を書くわけです。まあその時に自分の、望んでる姿を同時に思い浮かべるっていうことですね。で、静かに座ってリラックスして、先ほど言ったその場所設定カードなんかを読み上げます。ね、で、最後に空中に浮かんでる5の数字、字をですね、まあ、逆になぞって、それが自分の潜在意識に入ったということを確認しますということなんですね。まあ、この辺のやり方はユニークだなと思うんだけどね、まあね、別にユニークだからといってそれが効果的かどうかは別の話であって、まあ、その語って書くところがなんかちょっとね、翻訳のなんだろうね、別に字でもいいんじゃないかとかですね、目標の目でもいいんじゃないかなと思ったりするわけですね。もしくはもうちょっとね、シャレの効いたとか気の効いたようなシンボルでもいいと思うんだけども、ゴールの語って書くっていうのがですね、まあまあ いえ、そこはですね、翻訳の仕方のセンスですんで、まあいいとしましてですね、まあいろいろあったわけですって。こういう、儀式を1日15分間毎日やれって言ってるわけですよ。これ結構できます？結構きついですよ。1日15分間これ毎日やるわけですよ。逆に言うとね、そういう退屈な愚直なことが毎日できる人は成功するんです。だからこれができる人は成功するわけですね。だから僕の知り合いの僕のお友達のですね、お金持ちとかですね、まあ、ある種の起業家さんがこれを進めてたのよね、人はですね、まあ、もうその時点でもうおかしいんですよ、正直ね。もう特殊なんですよ、その時点で。
これができるっていうのは特殊なんですよ。で、万人できるかどうかわかんないです。でも世の中にはですね、こんなマッチョで退屈でですね、方法よりもですね、もっと簡単に楽に楽しく願望実現、自己実現ね、自分の望みの人生を実現する方法たくさんあるわけですよ。だからそういう意味では僕はこの本は、まあ、もう古いし、もう事実が物語ってるっていうのはですね、これ翻訳したところでバーッと読んで、別に文章になんかワクワクするような波動もないし、で、いざやろうと思って、一生懸命やったところですよ。これ一日やったらもういいやと俺思っちゃうんですよね。で、最後ね、この自尊心、このね、本のね、僕が一つだけね、評価できるとこ何かあったら、何回も言ってるんですけども、これ自尊心の話なんですね。自尊心とは、どういう話かったら、成功しても失敗しても、まあ、それはそれでいいやと思える、あれのままの自分を認める心なんですよね。だから自尊心の低い人はどういう人かって言ったら、ね、何やっても、あ、私ってダメなんだな、というふうなことを、もうずっとその、心底からね、潜在意識から思っちゃってる人はですね、まあ、仮にその小さな成功体験があったとしても、いや、これたまたまかもしれないとかですね、じゃあ今度逆にその失敗体験があったらやっぱりなと思ってしまうわけですよ。で、成功体験、まあ、自尊心の高い人はですね、うん、失敗したら、あ、これはこれで美味しいなとかですね、これはこれでネタになるな、まあ、成功のための、ステップだなと思ったりするわけですね。で、成功したらね、ありがとうございますっていうふうに神に感謝できる人ですね。だそういう自尊心の高い低いっていうのはですね、成功にすごく関係するっていうのはそれ確かなんですよ。で、じゃあ自尊心を高める4つのステップってことをここで書いてるわけですけども、はい、これ一つ一ついきますね。4つあるんですけども、ステップ1、ネガティブな影響を除去する。はい、そうなんですね。はい、2つ目、おはよう。できるだけ多くの人になって、おはようっていうね、うん、まあいいんじゃないですかね。で、ステップ3、甘やかすこと、自分を甘やかすことね、うん、まあそれもね、まあ、この時代にこの自分を甘やかすっていうことを言えたのは結構面白いかなと思ったんですね。まあ、最近はね、自分を好きになりましょう、自愛だの、自己愛だの、その自分を甘やかそうだのっていうね、メソッドが流行ってますけどね、まあ、この時代にこういうことがポンと出てきてるのは、そこは評価できるかなっていう気がします。うん、でもまあ、今これ言ったところで、なんだっていう感じじゃないですか。で、最後同じようなことなんですけども、自分自身に対して優しくなることですね。まあ、要はそういう話ですよ。自尊心っていうのはですね、もう自分を好きになりましょうという、この一言に、集約されるわけです。だから本当に好きになることができればですね、何やったってうまくいくわけですね。で、そういう意味においてこのマイナスシステムという本は、いろんなごちゃ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 したその、まあ、ある意味単純で単調で、退屈なですね、メソッドがいろいろ書かれてるわけですけども、正直言ってできないと思うんだけどね。だけどもやっぱり自尊心の話を書いてるところだけは評価できたわけですね。で、じゃあ僕はじゃあこの本をですね、実はですね、2社ぐらいにこれちょっと僕再翻訳して出させてもらっていいですかというちょっと色気があったわけですね。というのはやっぱりね、いろいろ文句はあるんだけども、まあなんだろう、10万円とかに値が上がっちゃったんで、そういうことに対する罪悪感も多少あって、で、まあなんだろうね、行きがかり図をちょっと面白いなと思って言ったんですけども、これ出版社から側からするとですね、いやもう20年ぐらい前に出して4000部も売れなかった本でしょ、今出して売れませんよねって、まあ最もでございますということで、これ却下にもちろんなってるんだけども、でも実はですね、この本にまあある意味インスパイアされて、まあ自尊心というところに特にインスパイアされて書いた本が実はこれなんですよね。この言葉が人生を変えるこの最終結論ね、これ僕が書いた本なんだけれども、要はですね、もう正直手前味噌なのかもしれませんけども、この本を、買うぐらいだったら、この本を10万円で買うぐらいだったら、この本を1700円プラス税で買った方がよっぽどいいです。で、まあ、ちょっとある意味パクリと思われるかもしれませんけれども、本当実際にですね、自尊心をチェックするクイズもあるんですよ、ここで。ね、現代風に日本人風にね、きちんとアレンジしてるんです。で、これは僕はその別のウェブサイトでですね、夢から心理学っていうウェブサイトで、またこの話もね、おいおいしていきたいと思うんだけども、きちんとね、チェックできるようになってますんで、別に紙に書くとも、夢から心理学で行って、それでまあ30問、これはね、一応20問しかないんだけども、30問分をですね、チェックしたらですね、自分の自尊心のレベルっていうのがどんなもんかっていうのがわかるわけです。あ、これ全部で10問か。ね、10問しかないんだけどね。で、あとはじゃあ自尊心を上げるための方法ということで、わーってたくさん書いてるし、僕のウェブサイトでも紹介してますんで、まあ、それで一応 OK かなと思います。だからもう一回言いますね、これを
本買うぐらいだったら僕は絶対これ買った方がでいいと思いますし、何より面白い。でじゃあその儀式ね、なんかいろいろなんだろう、15分間どうたらこうたらっていう儀式がねあったりするんだけども、でもそれだったら僕これやった方がいいと思いますよね。これ何かったら秘伝ノートっていうの書いてまして、これまたね別の動画でも紹介したいと思うんだけども、まあすでにね紹介してる部分もあるんだけども、こう秘伝ノートにはですね自分の願望を3つ書くわけですね。その3つをですね3つかける3回ずつ書くわけです。でその3回書いてる間に息を止めて書くわけですね。でそういうメソッドがあって、これ実際にはその15分も必要なくって、1分ぐらいでできるんですよね。その寝る前ね1分だけちょうだいってことです。でそれを100日間ね、100日間、書けるようになってますんで、でそれ一応 OK という話なんです。なのでこれ15分やる量はですね、これ1分やった方が僕は絶対的にいいと思うんですね。ちなみにですけども、この本を勧めてくれた人はこの本はいいって言ってるんだけども、もっといい本があるんだよ、それは何かったらこの本だよって言ってました。でこれは本当の話です、はい、ですので、本当ね騙されたと思ってもうねもう宣伝しますけど、この2冊もう合わせてもう3000円ちょいぐらいですよ。でこれまともにアマゾンで買ったら5万とか10万とかついてますんで、でこっちの方がはっきり言って面白いしね、熱くなるしワクワクできるんで、僕はおすすめですね。まあ、手前味噌なんだけども、これ石田さんという人が書いてるね、こっちの本の方がすごく僕はいいと思います。これは別にね俺が書いたからというではなくて、本当にいいと思ってるんで、実際やってほしいなと思うことです。というわけでね、前田システムもうお分かりいただきましたかね。なんか質問があればまた第2弾言いますんで、はい、別にね国会図書館とかにもありますし、読もうと思ったらですねいろいろありますんで、まあ別にアマゾンで10万円出さなくてもいいですよって買っちゃった人実際いるんでね、ほんとごめんなさいって形です。もうちょっと早くこの動画を出せばよかったかなと思うんだけどね、はい、まあ僕も YouTube 頑張っていきます。というわけでありがとうございました。